やはりここでしたか。オルネーゼか。はて、おかしいのう。一人残らず始末したつもりだったのだが。ふっ、私を誰だと思ってるのよ。このバリベル様がそう簡単にやられるもんですか。じいさんたち、俺たちを舐めてると痛い目に遭うぜ。ふん、ならば今度こそ念入りに息の根を止めてやらねばな。名主様、あなたは国々の争いを阻止して世界の平和を守る立場にあるはず。なのにどうしてこんなことを。無論我らは世界の平和を守るつもりじゃ。ならばなぜ我が国に、世界の国々に魔物をけしかけるような真似をしたのだ。至極簡単なことよ。根絶やしにするためじゃ。争いを振り返さずにはおれない人間という愚かな生き物をな。どうして私たち人間はずっと昔から予言の戒めに従って平和を守ってきたじゃないですか。誰も争うことを望んでなんて。見るがよい。あれが呪われた聖杯。なんてまがまがしいの。この聖杯は楽に死ねたものを。やはり人間とは愚かな生き物であるな。もう我慢できないわ。愚かな生き物どもに正しく裁き、これも王の務めよ。何が王の務めだ。思い知らせてやるよ。あんたたちこそが愚かな生き物だってね。あっちこっちから呪文が飛んできやがる。片方が攻撃してくるときはもう片方も攻撃を仕掛けてくる。気をつけろ。愚かな生き物はしぶといの。来た。愚かな生き物は醜いの。なんだか間違い探しをしている気分になってきましたよ。リガープレイ。やってるぜ。私だ。任せて。ねえ、聖杯を使ってゼビオン王が何かしようとしてるわ。これは闇の呪いだ。食らうと呪われちまう。避けるんだ。よくあがくの。よく耐えるの。同じ顔して同じようなこと言って。紛らわしいったらありしないわ。でも今お遊びは終わりだ。行くぞ。滅びるがいい。そうだった。お遊びは終わりだ。消え去るがいい。そうだった。知るがいい。アルテマソード。終わりだな。任せろ。ちょっとなんだかすっごくヤバそうなのが来るわよ。これは避けるしかなさそうですね。隠れられそうなところに逃げましょう。ただ、今、
俺一人で十分だ。おとなしくしておれば楽に死ねたものを。任せろ。やはり人間とは愚かな生き物であるな。愚かな生き物どもには正しき裁きが。これも王の務めよ。何が王の務めだ。見知らせてやるよ。あんたたちこそが愚かな生き物だってね。俺としたことが。デコイム、あっちこっちから呪文が飛んできやがる。片方が攻撃してくるときはもう片方も攻撃を仕掛けてくる。気をつけろ。こんなのはどうじゃ。愚かな生き物はしぶといの。愚かな生き物は醜いの。なんだか間違い探しをしている気分になってきましたよ。やってやるぜ。ねえ、聖杯を使ってゼビオン王が何かしようとしてるわ。あれは闇の呪いだ。食らうと呪われちまう。避けるんだ。行くぜ。兄弟を手にかけると、なんということ。兄弟じゃと？そんなものとっくに死んでおる。千年前にな。千年前だと？一体何のことだ？お前は運のいい者どもよ。本来ならば貴様らのような卑しき人間は我が姿を目にすることすらかなわぬのだからな。我が名はザラン。今よりこの世界に君臨する新たな王よ。ザラーム？それって千年前に大戦争を起こしたっていう。あのどうなってるんだ。あんたは名主様の双子の兄さんじゃ。ふん、今は気分がいい。貴様らにも特別に教えてやるとしよう。この老いぼれそっくりに変身していたのだ。双子の王の予言を利用するためにな。何だと？双子の兄を名乗って近づくことも
聖杯を闇に染め人間を滅ぼせとそそのかすことも至極たやすいことだったぞ。名手様を利用したってことか。その通りと言っても、そそんなかわいそうなことって。他に方法がないんだ。これが世間に知られればきっと大きくなる前に殺されてしまう。こうしている今だって奴らが嗅ぎつけてくるかもしれないんだ。辛いだろうが、すぐにでも引き離そう。それがあの子たちのためなのね。大丈夫、来たるべき時が来れば必ず。ここは、みんなどこなの？オルネーゼ、よかった、無事だったのね。一体どうしたっていうの？ねえ、オルネーゼ！いや、お前さえ、お前たちさえいなければ、この世界は平和だったんだ。何？意味がわからないわ。本当にどうしちゃったの？あなたが全ての元凶だったとはね。あなた方さえいなくなれば。トルネコさん、元凶って一体何のことなの？おれ、結局全部あんたのせいじゃない？ガボー、こいつに死んでもらわなきゃ。ああ、やっちまおう。それがこの世界のためだ。え？マリベル、ガボ、一体私が何をしたっていうの？お前なんかに
生きている価値はない。消してやる、今すぐに。そう、お前らは存在すべきじゃねえ。この世界のためにぶっ潰してやるぜ。私が存在すべきじゃないってどういうことなの？ねえ、教えてよ。死んでしまえ。君が世界に戦争を起こしたんだね。死んで償ってよ。ホミロン、あなたまで。ねえ、どうしたのよ。あなたの運命が見えます。間もなく死ぬと。そうね、すぐに死んでよ。それともこの手で。ミネア、マーニャ、わからないわ。どうして私が死ななきゃならないの？戦争がしたいなら死んじゃえば。地獄で好きなだけやったらいいわ。教えてやるよ。この世界にお前たちはいらないんだ。いらない？世界が平和になるために私が邪魔だっていうの？嫌い嫌い嫌い。私、あなたなんて大嫌い。世界に戦乱を呼ぶ者たちを連れて行ってあげましょう。あの世へ。私が戦乱を呼ぶ？そんなバカな。貴様が、貴様らが生きているせいで父は死んだ。許さん、許さんぞ。ゼザール、まさかあなたまで？お願い、正気に戻って。なんなの、どうしちゃったのよ、みんな。なんで？どうして？私はみんなと戦うことなんか望んでない。世界に戦争を起こすつもりなんて。辛いだろうが、すぐにでも引き離そう。それがあの子たちのためなのね。大丈夫、来たるべき時が来れば必ず思い出すはずだ。そっか、私たちはいとこなんかじゃない。双子だ。ナジムの血を継ぐ者たちよ、時は満ちました。さあ、今こそ目覚めるのです。よかった、気が
がついたのね。お二人がなかなか目覚めないので心配していたんですよ。ああみんな、よかった、よかったよ。ごめんねホミロン、心配かけちゃって。そうだ、俺たち一体どうなったんだ。ザラームの落とした雷に撃たれて、それから それが私たちにもよくわからないのです。ここで目覚めると伝承の塔が崩れ落ちていて、俺たちが気を失っている間に誰かがみんなを運んでくれたみたいなんだが、何があったかさっぱり覚えてねえんだ。でも覚えてることもあるぞ。なみんな、実はな、気を失っていた間みんな同じ夢を見ていたようなのだ。夢？双子の夢だよ。あんたたち二人がナジムの血を引く双子だっていう。なんだこの風。今度は何が始まるっていうの。雷とか嵐とかもうたくさんよ。あれは、down the street.